イケメンですもんね。そうね。どれほどのイケモンなのか。どれイケモン。どれほどのイケモンなのか。ちょっとポケモンみたいな。かわいくなっちゃった。M 主婦。ちょっと先ほどに。したいんですけど、2回連続で来ると思わなかったです。なんかあったかなと思って。先に行きたいんですけども、4月の中旬ぐらいのですね、はい、X で、はい、私が言うのはいいけど、他人に言われるのは嫌っていう面倒くさい性格です。あるよね、そういうのとだけつぶやいてくれ何かあったな。久保さんも何かあったなって思ったんですけど、大丈夫ですか？これなんだっけ？わかんないけど、これうちで、はい、あの見てて、うん、2人とも、はい、俺わかるわって言ってましたよ、家で。めっちゃわかるわって言ってましたよ、向こうが。これ先からのツイートマジわかるわって。それは、はい、久保のモックですね。そう、はい、そうそうそう、そう。久保の悪口を、はい、私が言うのはいいけど、はい、他人が言ってるのを目にするのはちょっと、はい、違うな、嫌ってくるなって。素晴らしいです、はい、よかったこれ救命しておいて愛が見えましたね。あ、そう、若干、ね、みんなね何も知らないでいろいろ言うんですけど、まあ、それをいつもはこう他人事だと思って見てるけど、やっぱ私がいつもこう悪口言ってる人のことをそっちお前何知ってるんだと思う。そう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 、何も知ってないじゃん多分、うん、っていう、はい、来たこと悪口を言っていいのは明日からの愛です。ありがとうございます、掘り下げてもらって。ということで、始まりました。マージャンプロの主婦が何やってますか。本日もマージャンプロであり、主婦であるお三方に気になる場合のないことを、ね、これとめもなく話していただこうと思っております。よろしくお願いいたします。さあ、本日なんですが、6月2日にですね、最強戦の最強の遺伝子というね、戦いが始まります、うん。こちらの方の予想をですね、ちょっとぜひ皆さんにしていただきたいな。誰が優勝するのかというのをちょっと皆さんに。していただきたいと思うんですが、やはり皆さんはですね、M リーグのファイナル予想した結果ですね、見事に7、6、5を当てるという、すごいよ、デス予想の前科がありました。絶対予想されたくないじゃないですか、確かに。私たちに予想されたくないですよね。一緒にしていただきたいです。デス予想といえば、ルミヤキチャンネルがね、うん、あね、デス予想と言われてるんで、かぶるわけにはいかない。かぶるわけにはいかない。当てに行きましょう、本気で。どっちが本当のデス予想か。どっちが本当の予想か。ということで、ね、はい、確かに。今回は予想していただこうと思います。よろしくお願いいたします。はい、ちなみに今回ですね、最強の遺伝子、うん、こちらの戦いがどういう戦いかと言いますと、うん、M リーガーの方を主にですね、推薦していただいておりますね、うん、M リーガーの方で、しかも最強の方で活躍されている皆さんが、このプロ雀士は今後の、うん、はい、期待大、注目大だという方を推薦していただいています。この推薦された8人による戦いというものですね。うん、では、どなたが出られるのかと言いますと、まず、瀬戸駒プロ推薦の正田雄星。ボーイ。はい、正田ボーイでね、同じでございます。そして、本田プロが推薦、木原翼プロ。園田プロが推薦、山崎俊也。鈴木太郎プロが推薦、牧野信彦プロ。堀プロが推薦、岡本壮平プロ。高宮プロが推薦、後藤咲プロ。内川プロが推薦、阿久津翔太プロ。そして、猿川プロ。する渡辺久美也の以上8名となっております、うん、まあ、皆さんご存知の方もいれば、ここで聞いたという方もいると思うんですが、はい、ぜひ予想していただきたいと思います、麻雀遊戯王。これもね、ついね、連盟以外の方はちょっと今ご存知ない、はい、ね、あんまり詳しくは初めて知ったんですけど、はい、ツイッターなどを見させていただいたところ、うんうん、岡本さんがちょっとイケメンじゃないですか。そう、ずっとやってるんですよ。ずっとやってる。写真を見せた瞬間から、はいはい、岡本さんちょっとイケメンじゃないみたいな。すごい目を引く。そうね、確かに、確かに、確かに、お顔をされてて、なんか綺麗な、そう、キリッとなんか歌舞伎役者みたいな、そうな、天保医2回、ダブル天保医、すごいですね、はい、しかも堀さんが推薦してるんですよ、うんうんうん、岡本さんは最高位戦ですもんね、はい、団体の垣根を越えた、そう、違う団体からの推薦、これ堀さんなんて書いてましたか。堀さんは、確かそうですね、エピソードに書かれてましたけど、うん、でも本当に強いと思ってるから推薦してるから、うんうんうん、団体とか関係ないよねっていうことを言われてたと思います、うん、気になるから推薦したとかじゃなかった、ダブル拳法でどんだけの強さなのか見てみたいみたいな、実際だって違う団体だとあんまり交流っていうか、うん、対局する機会もあんまりないだろうし、そうそうそう、じゃあ普通に最強戦選ばれるより、うん、推薦されてた時の方がかなりプレッシャー感じる、うん、まあその推薦者がいるからね、うん、推薦者はもう下手なことできないですよね、下手な
ことできない。ちなみに、あ、堀さんのですね、うん、推薦のところで、うんうん、岡本さんとはお会いしたことはありませんが、斉藤さんでどんな麻雀を打つのか見てみたいという好奇心で決めました、ね。うん、あ、そうだ、やはり経歴、やっぱ顔ですね、顔だ、顔気にしてましたね。あ、でも映像映えするかもしれないとか、そういうのも大事だからね、花があるだからね。8人のこう顔写真を今こう見てたんですけど、確かにパッと多分目を引く見た目というか、うん、花があるというか、うん、感じではある気がする。あとはペンゴってこうネットの中のじゃないですか、物おじせずそういう人がこの大舞台で変わらずそのネットと同じことができるのかとか気になる。確かにすごく、だから今特に堀さんがあれしたので、この岡本さんは多分注目度一番高そう。確かにそうですね、この8人の中だと、はい、英語でも映像撮られてるということで、やっぱり注目される気がしますね。牧野さんはなんか息子さんがアカウントやってましたよ。なんかパパの息子ですみたいな、応援アカウントみたいな、なんか調べたら息子さんの方が出てきちゃった。何歳なんだろう。息子さんがそのアカウントをいじるってことは意外と若そうだけど、今日はパパの試合なんたらかんたらって書いてて、ほら牧野信彦の息子って、パパである牧野信彦プロを応援するアカウントだよって。かわいいアカウント、パパ、そう、こっちパパに飛ぶの、すごい。で、一番固定のところにはパパにいいねとかリプとかしている人は無差別にフォローしますって。かわいい、かわいい、この子応援したいわね。なんかもう嬉しい、なんかちゃんと宣伝しても昨日のパパの配信だよって。へえ、この子はね、しっかりしてるよ。見るだけならなんと月90円だよ。頑張ってほしいかも。この息子の詳細が知りたいな。知りたいね、うん、確かに息子さん顔出ししてないね、多分。何歳なのかな、何歳なんだろう。で、パパも何歳なんですかね。パパ若そうだけど、見た目若いですよね。携帯でツイッターできるの、確かにね、気になる。小学生とかではないんじゃないかな。いや、小学生できるよ、できる、これ、できる。90円ですって、今なら消える。できる、できる。ママと一緒にね、共同でこうやってるかもしれない。いや、後でフォローしますわ。ちょっと気になるね、これ、なんか存在が。ちょっとこのミステリアス感気になります、ね、気になる、はい。牧野さん、瑛太くん、まず2人ずつさ、ちょっと削ってこう。木原さんもお会いしたことあるんですけど、うん、あの人はすごい性格がいいよね。木原さんのことなんですね。うん、会ったことあります。何回もある。え、動揺、動揺しないということは。違います、違います。でも、なんか昔飲んでる席とかでバズった記憶もある。そうなんですね。キュアさん地方の女子。あ、そうです、そうです。あの、バズったって悪い意味じゃないですけど、なんか議題があって、それについて熱いから、お互いに譲らずこう、弁護人を立てますみたいな感じで、お互いにこうやって、なんか引かずにこう、討論するみたいな、やった記憶がありますね。なんか面白い、面白いね、なんか優しい感じの、うん、いつも本田さんと一緒にいるイメージ。本田さんが推薦するっていうのは結構納得ではあります。なんかいつも後ろに本田さん。後ろに。お月みたいに。そう、お月みたいに。お月みたいにね。いるイメージ。うん、でも、ね、やっぱり話すとすごい性格いいですよね。うん、本田さんが。あの道とか方向音痴じゃないですか、結構天然のところが天然な感じがあって、はい、最初お店にゲストで初めて来てもらった時に道が分かんないっていうので木原さんが連れてくる、駅とかでもすぐ迷子になっちゃうから、あんな目の前にあるのに分かんないっていうので木原さんがちゃんと連れてくる。面倒見がいい。そう、多分面倒見がいいんでしょうね。本田さんが相関図書かれた時に、うん、その中に木原が書かれる、それぞれのね、中身があると。じゃあもう予想しよう。山崎さんだけわかんない。山崎さんもちょっとツイッター見た。どうでした、わかんない、名前の読み方とわかんないね。ごめんなさい。トシヤさん、トシヤさんね、名前がちょっとわかりづらいかな。若そう、写真見ると。そうですね、まあ戦績主なカップとして第24期ビッグワンカップ優勝、第3期新規戦第4位ってことは新人さん、新規戦に出てるってことは何年以内とかですよね。まだ10年行ってない方だと。ね、はい、やっぱショーダボーイだな。私もショーダボーイだな。だって黄色いネクタイつけてるし。見た目、結局の見た目。ショーダボーイの牧野さんかな。でも
もしかしたら遊戯王を見てる方で知らないそのプロの、うん、今出てる方は知らない人も多いかもしれないんですけど、4人ね、長田さんはすごいキャラがかかってるっていうか、うん、やっぱ自己発信もすごい強くて、うんうん、あの私はこの最強戦で多分期待してるんですよ、ぶっこんでくるって、そう、うん、期待しちゃってる心のどっかで、なんかもう彼はなんか何かをやってくるだろうっていうね、っていう期待があるから、やっぱ翔太さんも応援したい、うん、けどそのさっき牧野さんの息子さんのアカウントも見たから、私は瑛太くは翔太さんと牧野さん一緒じゃないか今言ったやん今言ってた、うん、ガチしました、佐々木さんも、え、私も翔太さんなんですよ、おー、人気高い、翔太さんのポリですね、はい、私初めて YouTube で投げ銭みたいなのあるじゃないですか、投げ銭投げ銭神社の方だから投げ銭とか神社の方だからお賽銭みたいな感じで、あ、お賽銭、そうか私多分翔太ボーイなんですよ、思い入れ思い入れがあるんでね、ちょっと頑張ってもらいたいな、頑張ってもらいたいね、そんなことやったら私も牧野さんだった、あれ31、でも山崎俊也さんが全く未知のね、いやーちょっと牧野さんの息子やっぱ3人一致しちゃいました、これ子供が喜ぶところを見たいですね、うん、これまずいですよ、国だったらでもこれはもう3人一致しましたから、うん、じゃあ瑛太と翔太さんと牧野、とりあえず行きましょうと、はい、それでは B 曲、これめちゃくちゃ難しい、私も知ってるから難しい、なるほど、やっぱ後藤崎さんとかもう皆さんご存知、岡本さんに期待もあるし、すごい勝ちそうなんだろうなって思うんだけど、うん、残りの3人の強さも知ってるから、うん、なんかどうなるか本当に、咲ちゃんも行動っていう時すごい力を発揮、うん、でしかも今回マリさんのこう推薦っていうのは多分いつも以上に多分気合入ってるから、うんうん、咲ちゃんが結構頑張行くイメージもあるし、一人だけここに女の子がいるっていうのがまたなんかこう、このポイってね、そうがやっぱバンと行くきっかけにもなりそうだし、この中で唯一の女性一人じゃないですか、うん、すごいですよ後藤さん、気迫が確かに、あ、なるほど、男性よりすごいかもしれないね、でも多分一番勝ってやるぞみたいな卓の中でのオーラが、うん、熱量というかね、もう本当に怖い怖い、最強戦でどう戦うと、うん、多分見てても面白いと思います、うん、これはちょっと期待しちゃいますね、迷っちゃうの、でも阿久津くんもさ、すごいじゃん、阿久津くんすごいよね、今首位じゃん、首位、うん、自身 のリーグ戦で、私と同い年なんですよ、何歳だっけ、私が27で、そう、阿久津くんと同い年っていうのを覚えてて、で阿久津くんは A2 リーグですよ、早いですね、20代で A2 ってほぼほぼ難しいんですよ、まあ、今リーグ増えちゃってるからね、昔とか駆け上がっていかなきゃ、まあ、特賞リーグとかでね、こうっていうのはあるかもしれないけど、特賞リーグにしてもとても難しいところにいる、その連盟の中で一番期待の若手みたいな、阿久津くんと渡辺くんは、渡辺くん、はい、すごいド天然だよ、ちょっと従業員だから、を意図って、はい、SNS やってなかったっていうのを最近本気で Twitter とかすごい頑張ってるのを見てて、見た、はい、渡辺くんも応援したい、遅いのやるやるのが遅いけど、でもさ違うんです、これは私は従業員だからちゃんと厳しくいかないと、はいはい、渡辺くんには、はい、はい、遅いんですよ、全てが、彼は行動が後手に回ってる他の出場選手よりもまず後手に回ってる、回ってるし、はい、もうちょっとユーモアが欲しい。ユーモアしに行けと。そう、応援動画で推薦するんじゃなかったみたいな。ガールズバーに行っていたみたいな。そうなんだ。見出しがあったけど、まあ、ガールズバーはちょっとまあ置いといて、なんかね、考えてることと行動が一致してないんですよね。頭の中ではすごい感謝とかいろいろのあるんだけど、行動はちょっと違うから、なんか分かりづらい。周りの方からすると。多分本人の中ではこうしなきゃと思って、だから先にこっちをやろう、こう頑張ろうっていうのが他の人からするとやってないって思われたりするタイプ、不器用タイプです。でもだからこそツイッターで僕はこうしますっていうノート決意表明の、それは中の人間はいろいろ知っているので、うん、
ちょっとあれ、もう渡辺さんばっかりフォーカスしなくていいんですよ。そちらさんはやっぱり応援したいと思える方だよって。別にその内部は分かんないですけど、うん、多分いや、しっかりしますよ。でも私も単純に思ったよ。あ、偉いよね。頑張る、うん、頑張ってるなって。そう、別にさ、そのずっと頑張らないことなんてできるっちゃできるんですよ。自分はこのままじゃいけないっていう自分の中の気持ちで、けじめをつけたのが、やっぱり応援したいなって思う。そのけじめをつけたタイミングって、やっぱり、ね、うん、こう力を発揮できるタイミングがあるから、期待をしてくれるんですね。うん、そうそうそう。だって、まあ、まだ若いから、今までツイッターやってなかったのは、失敗だったとか思ってるだろうけど、まあ、本人が一番それは分かってると思うんで、もうここからね。ガールズバー行っちゃうからな。いいよ、言ってても。違う、あの、褒めてるんですけどね。彼はすごく力もあると思うんです。はい、もうちょっと出し方。なるほど。もうちょっとユーモア持って。うん、だそこは猿川さんにね、教えてもらいながら。誤解されやすい。やっぱり、ふみみとしてノート書くしかない。ふみみとして書くしかないです。サルルを見習ってふみみ。強さはもっと前に出した方がいい。だって、多い取るって相当難しいことなんだから。難しい。しかも黒入ってもすぐ。そう、すぐ。だから結構度胸は座ってんじゃないかなと思う。あのね、他人に興味ないんですよ。なんか本当に仕事してて思うと、唯一彼は他人にあまり興味がない。でも私も興味ない。だから他人に興味がないから強いじゃないかっていうのがある。あ、一番推薦で一番気にしてないかもしれない。あ、なるほど。推薦のプレッシャー。そう、プレッシャー一番感じてない多分。推薦してもらって出てるんだけど、そこまで重く捉えてないし、忘れてるかもしれない。なんだろう、忘れてるかもしれない。なんで出てんだろうみたいなぐらいかもしれない。でもそれぐらい多分、あんまり本当人に興味がないタイプだと思うんで、接してて。それが彼の強さかなって思うんで。そうなると、 B タク。めっちゃむずいね。B タクむずい。堀さん期待の岡本さん。気迫の後藤さん、実力の阿久津さん、うん、そして今一番情報が出た渡辺さん。渡辺くんと咲ちゃん結構バチバチ系なイメージ、なんかこう前に出てくイメージで、2人がなんかちょっと岡本さんは分かんないけど、天保のっていうとなんかこうバランス取ってくるみたいな、なんか2着取りになるとなんかこの2人がやっぱなんかこう、え、でも阿久津さんはもう2着取りだったらなんかね、なんか計算とか強そう、なんかその条件に合った戦い方みたいな、うん、じゃあ期待を込めて渡辺くんと阿久津くんにします。医者さんは渡辺阿久津さん、難しい。ちょっと私岡本さんと阿久津さんにしようと思ってたんですけど、あ、でもいいですね、岡本さん阿久津さん、はい、ちょっとさきちゃんも、そうね、そうそうなんだ、来そうな気がするな。決勝だったさきちゃんはイメージ、なんかこう勢いと、あとはね、やっぱこう言ってんだから頑張ってほしいっていうのもあるし、私は渡辺さんと後藤さん、はい、渡辺さんと後藤さんって、もう著作さんに決めていただきます。じゃあ、こちらの岡本さん。ちょっとね、あの、見たいですね、私も。イケメンですもんね。そうね。どれほどのイケモンなのか。イケモン。どれほどのイケモンなのか。ちょっとポケモンみたいな。かわいくなっちゃった。イケモンになっちゃった。ってことは、そういうことですよね。渡辺さんと阿久津さん、渡辺さん、後藤さん、岡本さん、阿久津さんとなりましたので、お三方の中で2票ずつ入った、うん、渡辺さんと阿久津さんが、まあ、この場合は入るかなと思います。いい感じに白昼した勝負。全然わかんない。はい。となると、決勝卓が、庄田さん、牧野さん、渡辺さん、阿久津さん。その4人ってなったら、うん、渡辺さんが勝ちそう、勝ちそうなイメージ。イメージ。おお。私もそう思ってた。なんでなんで？もう入ったばかりで王位取ったぐらいだから、やっぱなんか持ってる。そういう大舞台での強さを持ってそうだなって。なんか物おじしてなかったもんね。その王位取ってる時もなんかその周りの面々がすごくてもう淡々と自分の麻雀しますみたいな。そうなんですね。なんか最強戦って強いだけじゃダメじゃないですか。結局なんかそのね、持ってるみたいのも。勝負強さ、そうそうそう、あんまり気にならないっていうのが強さかもね。周りのすべてなんか目とかああいうのを気にならないっていうか、渡辺くんなの決定したみたいな。え、本当、はい、でも医者さん以外のやっぱ佐藤さんと内田さんは渡辺さん近すぎるのか。ああ、そうかもしれない。知りすぎてるからなんかあれなのかな。いや、応援してるけど、あの勉強会とかやるんですよ、はい、お店で、うん、で、まあレッスンで教えてて、たまに私がお手洗い行きたい時に渡辺くんに一曲頼むんですよ、うん、ちょっと渡辺くん一曲お願いしていい、ちょっと見て、で、戻ってきてたままと講義してて、え、これ渡辺くん何で教えたのって聞いたら、結構ぶっ飛んだ答えが返ってくるんですよ。おー、なるほど。本当にそれ、本当にみたいな。
たいな感じで気になりすぎて呼ぶんですよ、だからボスを、はい、喋るよね、ちょっと どっちの意見がって、あの生徒さん困ってるんですよ、はい、両方の意見を聞いてもね、ね、そう、うん、そうするとやっぱね、渡辺くん違う回答なんですよ、だから独自の何かが突出してるのかなっていう、渡辺さんしか選択できない、そう結構だから多分面白いけど、なんか違う、ね、ちょっと違和感が拭えないな、勝ってほしいけど、一番勝ってほしいけど、3%推薦ですかね、そうですね、しかもなんかやっぱお店的にはお客様もみんな応援してるし、勝ってほしいけど期待するとデスヨコくんなんですよなるほど、これデスヨコくんを払拭するためなんですからね、そうそう、はい、しかも応援しすぎてなんか負けた時の落胆がすごそうだから、あ、ゴムさんもういないのか、ゴムさんは、はい、ビータもうダメだ、阿久津くんにしよう、阿久津、わかりました、予想だもんね、予想ですね、そうですね、阿久津さん1票で、渡辺さん2票なんで、総意としては渡辺さん、うん、あら、はい、渡辺くんだってこれ予想当たったら何かあるとかないですか、ね、ああ欲しい、なるほど、わかりました何が何かしたでしょう、あ、でも渡辺くん遊戯王めっちゃ出たがってました、あ、本当ですか、じゃあ遊戯王ぜひ渡辺くん出てもらいましょう、で、めっちゃ出たがってたんですよ、はい、出てもらって、例えばバーとかで、うん、普通にあのサルサーさんと石田さんと一緒にで、勝ったらぜひ、はい、お願いしましょう、うん、はい、そのためにもぜひ勝っていただかないといけないですね、そうですよ、はい、頑張ってよ、頑張って、はい、ということで今回ね、6月2日の最強の遺伝子予想、はい、渡辺くんなりました、はい、なりましたので8個いただきたいと思います。さあ、どうか、デス予想にはなりませんように、あ、そうだ、デス予想になっちゃう、やばいよ、